東欧学園高等学校は青森県青森市勝田2丁目にある私立高等学校。隣に東欧幼稚園、道路向かいに東欧保育、福祉専門学院を併設する。複数の都画が,があり、通信制もある。元は女子校であり、教学化された後すぐは男子は少なかったが、近年はその自主性を重んじる校風が男子にも人気を集めており、 男子もかなり入学している。2005年5月実験の生徒数は男子299人、女子428人とかなり男女格差は縮小している。震度は就職か専門学校進学が多い。進行者は青森県内の高校ではあまり例を見ない地上6階建ての建物となっている。コンクリートの壁面には大々色のリズミカラーガラスブロックがポイント的に 使われた。宗方志向記念館通りに面した場所はかつては、東欧幼稚園の建物の場所であったが、この新校舎を建てる際に大幅に、高校敷地に編入された。卓球部は、県内有数の競合校で、2006年第33回全国高等学校、選抜卓球大会の男子学校対抗で3位に入賞した。スクールバスは、青森市内、今別、六つ。 広崎、御所川原の五方面に運行している。当女子高等学校時代の制服は夏は白セーラーで冬は紺のブルザーであった。当時の略称はトンジョであった。単位2期生は時代に先駆けて青森県内の私立高校で初めて導入されたが、わずか2年で廃止になった。ありがとうございます。